はい、皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もどこでもモンパレやっていきたいと思います。まず皆さんには説明しなければいけないことが、あるんですけど、まずですね、画面見てもらった方はすぐわかると思うんですけど、なんかモンスター一気に変わってないみたいな。なんかモンスターっていうかハーゴン増えてないっていうか、なんかゴジラとかっていうか恐竜増えてないみたいな。そうなんです。実はですね、今日が7月31日なんですけど、先日の7月30日にですね、仕事の休憩中に、なんかもう無性にガチャを回したくなっちゃいまして、いやーマジかよ、みたいな感じでガチャ回しちゃいました。で、ガチャ回したら、運よくですね、あのハーゴンと、バトルデックスが当たりまして、いや本当に嬉しかったですね。ただハーゴンもう一体よりは竜王が欲しかったんですよね、個人的には。で、ハーゴンもですね、まあ、昨日当たったんですけど、まあ、レベル頑張ってちょっと上げました。あとはですね、今ジェムを見てもらえればわかると思うんですけど、なんか超増えてないみたいな。超増えてないみたいなね。はい、ちょっとさっき、急遽課金してきました。てのもですね、探検スカウトとか、まあお知らせ見てもらった方はわかると思うんですけど、やつが来てしまったんですね。はい、すいません。まさかいきなりあんなところで固まるとは。そうなんです。ワタボーですね。しかも期間限定ってのもちょっといやらしいですね。まあなんだろうな、このメガザルダンス個人的に欲しいのもあるんですけど、なんかこの期間限定、なんかこういうのにちょっと弱いですね。あとはこのなんて、容姿ですね、容姿。なんかこの癒し系の感じ、多分なんでしょうね、テリーのワンダーランドとか、まあプレイされてる方いたら、まあ懐かしいキャラ、まあおなじみのキャラなんじゃないでしょうかね。いやー、ほんと可愛らしいですね。まあ、バッチリ生息モンスターには、ワタボーが追加されてますね。いや、これが分かってたら、普通に昨日引かなかったんですけど。まずね、うん。いや、ほんと昨日、聞いた時はまだお知らせに出てなかったんですよね。そして帰ってきてなんか見たら、なんかワタボー追加みたいな、いや嘘だろと思って。しかも期間限定って、ってことでですね、まあ、急遽課金しまして、今日はガチャをお見せしようかなと思ってます。まあワタボーも欲しいんですけど、個人的にはですね、まあ竜王が欲しいですね。ワタボーはちょっと癒し系として欲しいんですけど、やっぱ竜王が欲しい。竜王が欲しいです。ってことでですね、ちょっと一回、あれかな、お祈りしとこうかな。ちょっとね、やっぱお祈りといったらね、昔から、シェンロン呼ぶという。まあ決まってますね。まあ決まってますって誰が決めたんだって話ですよね。ちょっとシェンロン呼んじゃおうかな。まあドラゴンボール集めてないんですけど。まあシェンロン来ます。はい。じゃあシェンロン登場しまーす。どんな願いでも言え。
一つだけ叶えてやろう。どうか SS の綿棒と竜王ください。承知した。はい、ってことで、まあシェンロンにちょっとお願いはしといたんでシェンロンに今お願いしたんで、いや多分これは来るでしょう。うん、これは来ると思います。ってことで早速行きたいと思います。獣肉です。獣肉かーマジで来たー、やっべー、くー、来ますよ、行きますよ。あ、もう戻れない。あ、もう戻れないよ。スラリン。マジ頼むよ。マジ頼むよ。マジ頼むよ。いやいやいや、違う違う違う、もう一個。もう一個。あー、いらないよ。君はいらないね、もう。もういらない。もう一個、もう一個来い。いらないね。いらない、いらない、いらないよ。違う。もう一個来い。違う。お前じゃない。もう一個来い。来い。違うから。なんでちっちゃいのバカくんの。もう一個。いや、君じゃないから。さっき出たでしょ。うん。何これ。何これマジで、意味わかんないし、マジで。なんか嫌な予感しかしないな。あれ、シェンロン？何これ、シェンロン呼んだのにさ、全然聞かねえじゃん。ふざけてるマジ。シェンロン？何？なんかさ、全然引き悪くね？つうか、なんかまあ全然お願いした意味ないんだけど。はあ、そんなこと言われてもこっちだって仕事だし。なんでこれせんの？なんか喧嘩打ってきたんだけどまあいいや、ちょっと毛を取り直してですね、まあ獣肉もいきます。マジ頼むぞ。これ振りじゃないからね。マジ頼む、マジ頼むよ。ちゃうよー。マジ頼むぞ、マジ頼む。もう一個来い、金色来い。え、なにこれ、さっきのこれデジャブ。いやいやいや、違う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 、一番最初に君が出るとか聞いてないから。はい、ブチスライムいらないよ。うん、もう一個。いや違うでしょ。うん、この時期火とかいらないからね。もう一個来い。はい、キラークラブいらないよ。うん、今カニ食べたくないから。え、何これ。はい、君、何これ。嘘でしょだからデジャブだから、デジャブ。あー、これスプーン持ってる人とかいらないんだよね。うん、黄色、黄色。あれ、これ君さっき見たね。うん、今じゃないんだよね。はい、キモい。はい、君もいらないよ。どうしたの？何これ？どうしたのかな？
これ実装されてない系かな。はい、いらないです。はい、いらないです。もう一丁来い。もういっちょって君じゃないでしょうね。ちょっと意味を吐き違えないね。え、何これ、ジェリーマンのジェリーマンラッシュ来てる今。しかもボンバー2体って何、なんかつらなんか辛くなってきたよ。え、何これ、嫌な予感しかしねえんだけど、マジで。え、これ実装されてる、これ人、なんかこれ不具合かな。いや、シェンロンにも祈っといたし、間違いねえだろ、マジで。天竜呼吸法。グゼッパー。いや違う、悪魔かわいいけど違うだろう、君じゃないぞ。金色、もう一個。いや違うでしょ、金色は。いや違う、お願いね、ワルベ。黄色、もう一個。違う、もう一個の意味違うだから。違うでしょう。何撫でてんだよこいつ、気持ち悪いマジで。違うだろ、黄色来いよマジで。黄色、うわ、違う、違いますやん。なんでこいつまた、嘘でしょ、違うだろうマジで。いや、ほんと信じられないよ。ね。なんかもうジェリーマンみたいなのいっぱい来るし、なんかもうキングスライムみたいなのいっぱい来るし。はぁ、あ。辛いなぁ。ちょっと一肉ヘッドいきますか。もう10連できないんでね。もういいね。こうね。まあ。B ランクとかね。もうゴミですよ、こんな。いやー、渋いねー。SS なー、やっぱり。昨日のはまぐれだったのか。はい、また安定の勤務する。まあね、ベホバラはありがたいんだけど違うんだよな。まあ、違うんだよな。嘘でしょ、こんなことある。はあ、なんかつらいっすね、ガチャというものは。いやー、今日は引ける気がしたんだけどな。
まあね、レベル上げられると思えば。まあ多分欲しいなぁ。まあ竜王、まあ竜王、まあ戦力的にはやっぱ竜王が欲しいけどなぁ。よし、これで引けるでしょう。はい、食べとりすみません。また固まっちゃいまして、ちょっともう一回再起かけてきました。やっぱ調子悪いのかなぁ。いや、もしかしたらね、これワタボーが今の間に実装されたかもしれないからね。うん、気を取り直して1肉。頼むぜ、けん、うん、貴族とかいらないんだよな。君じゃないよ、君じゃない。来い。違うんだよ。いや、もうなんかそろそろ来てくれないと、もうなんか辛い、辛いな。辛いんだけど。来い！黄色！いや、今日何回見た？ね、今日何回見た？ジェリーマン。ね、俺別に君のこと好きじゃないよ。ね、何、どうしたの？今日はどうした？こんなに見たことないよ、ジェリーマンとか。え、ちょっと待って。うん、ワタボー入ってるよね。うん。俺が今みたいなワタボーと竜王のみ。ゴー！もう一丁。じゃーん。くわー、こいつも何回出てきてんだよ、マジで。これは完全になんか、終わった感じがもう否めない。もう一個、つらいよ。もうラスト、もうこれにかけるしかない。これにかける。出なかったっす。あー、マジかよ、もう。あー、もうテンション下がるわ、普通に。もうどんどんテンション下がってくるもん。あー、まあまあね。まあ、ハーゴンとゴジラのレベル上げにはなるかな。そうだな。いやー、なんか引きたかったな。やっぱな、こういうとこでのやっぱ引きがな、
まあ、くじ運のなさっていうか、そういうところがね、かあ、つらいな。まあ、ちょっと期間限定ってことなんで、もし皆さんの中には引かれてる方いるかもしれないので、もし引いてる方いたら教えてください。まあ、ああ、なんか SS1 体ぐらい出てほしかったな。さあ、このテンションの下がりようね。この開幕当初からこの終わりにかけてのテンションの下がり方の半端なさ。まあね、そりゃ下がりますよ。うん。まあなんかもうジェムも、なんかもうゼロという数値が見えるし、まあ悲しいことですね。うん。今日はちょっとですね、まあこの後仕事もあるんで、この辺で今日は終わりたいと思います。もしですね、まだチャンネル登録されてない方いたら、チャンネル登録の方してもらえるととても嬉しいです。はい、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてください。それではまたねー。